こんにちは。フットボールレディオの松です。サッカー部屋制作企画第2弾行っていきたいなと思います。前回はですね、壁紙をグレーのね、遮音シートをブワッと貼らさせてもらったんですけれども、今回は床を変えていきたいなと思います。床といってもですね、まあネット上もそうだし、まあホームセンターとかね、まあそういったところもあるし、まあその絨毯をね、まあ専門的に扱ってるお店とかもあったりするじゃないですか。で、個人的に、まあちょっと休みの日があったりとか、ちょっと時間が空いたなっていうタイミングで、まあ仕事の休憩中とかね、まあそういったところで、まああの、そういったところにちょっと寄って、まあいろいろこうやって見たりとかしながら試行錯誤して考えてたんだけど、なかなかこうピンとくるものがなくて、どれだったら自分がね、望むものに近いんだろうっていうのを探してたんだけど、なかなか見つからなかったんですよ。で、どうしよう、もうそのままフローリングね、元のある素材のフローリングでいこうかなって思ったけど、それはちょっと味気ないなっていうふうにも思って、ああ、どうしようかなって考えてた時に、サッカーをね、まあ僕普段ラジオ投稿させてもらってるんですけれども、そのサッカーを見てて、いや、これあるじゃんっていう。サッカーってこういう場所で試合してるよねっていうのを見た時に、いや、サッカー部屋作るんだったらもうこれだろうっていうのが、もうそこにあったんですよ。もう画面の中にあったんですよ。もうこれでね、もう皆さんお気づきの方多いと思うんですけども、今回はね、その素材を床にパッと貼っていきたいなと思います。もちろんね、全面に貼るのも一つの手だったんだけれども、まあ個人的にね、すべてをこう、その素材で貼っていくのはちょっとね、まあいいんだけど、まあ個人的にちょっとどうかなっていうのもあったんで、まあ一部だけね、そういったものを使って、また別の素材をちょっとこう加えながら、床を仕上げていきたいなと思います。そして、まあ今回床だけではね、ちょっとまあ内容として薄いので、壁のね、張り替えを前回させてもらったんですけれども、その壁にですね、まあプラスアルファで、まあいろんなものをですね、まあ付け加えさせてもらって、まあ完成形にどんどん近づけていこうと、今回は思っておりますので、ぜひね、皆さん最後まで見ていただけたらなと思います。そして、まあ、この変化に気づいていらっしゃる方いらっしゃったらすごいなと思うんですけども、まあ僕普段ね、まあラジオ投稿させてもらってる身なんで、まあこういった形でまあ姿をね、まあ出すことってまああんまりないんですよ。で、前回ね、投稿させてもらったやつとかもそうだけれども、まあ基本的にあんまない中で、今回ね、マスクが変わってるんですよ。まあ前回はちょっとこう緑っぽいね、まあマスクを使ってたんだけれども、今回はこの青いマスクを使ってます。まあなぜかというと、緑のね、まあ、マスクなんですけど、壊れてしまったんですよ。ボディが壊れたっていうよりも、まあ、こう取り付けるね、ものが、今これね、輪ゴムでこう、輪ゴムというか、こう、ゴムこうやって付けてやってるんだけど、そのゴムがパーンって外れてしまったんですよ。自分でこうやって頭はめるときにね。で、それがちょっとこう、付くのにちょっと時間がかかるから、もうどうしようってなったときに、これ僕、まあ、もともと YouTube の活動始めた時って、二人組で活動してて、その元相方っていうのがいたんだけど、その相方が使ってたマスクがあったんで、もう今は一旦これで、ちょっとやらさせていただこうかなと思ってます。なので、小さな変化ですけれども、まあ、気づいた方いらっしゃったら本当に嬉しいです。はい。では、早速、制作、スタートしていきます。はい。では、今、敷き詰めているところですね。人工芝を買ってきたものです。ホームセンターとか行くとね、まあ、サイズを言ったりしてくれると、まあ、切ってくれるんで、まあ、結構値段もお安いしね。で、これね、よく見ると人工芝の下にね、何か茶色いものを引いてまして、もともとね、まあ、床というかフローリングだったんだけど、フローリングの上にね、直接人工芝を引くと、フローリングすごく傷めるんですよ。なので、まあ、その間に1枚何かかまさなあかんなと思って、まあ、いろいろちょっと見漁ってたんですけど、お値段以上ニトリさんあるでしょ。で、僕の家の近くにもあって、まあ、ニトリさんに行って、ね、コルクボードの、床に引く専用のものが売ってるんですよ。で、それを購入したんですよ。まあ、結構お値段もね、安くて、で、しかもね、音をちゃんと吸収してくれるっていうね、本当に高機能付きの、まあ、コルクボードを購入してきました。で、これをまず引いて、その上に滑り止めのシートを引いて、人工芝をこれ今引いてます。で、この人工芝のところが一応ね、まあ、僕が、まあ、座ったりする、まあ、メインのところになるかなっていう感じですかね。で、次が壁ですね。壁もね、まあこれ貼り付けて、遮音シートとか貼り付けた後、また何しようかなと思って、これ今ね、手に持ってるものが、ソットっていう、まあ、楽天さんとかで、まあ、調べてもらったらすぐ出ると思うんですけど、木がちょっ
と入ってる、これもね吸音のものなんですよ。これがね今貼り付けてるこれで1枚なんですけど、これがだいたい6枚入ってだいたい2万円近くかな。でもすごくね見た目もおしゃれだし、すごく使いやすいしね。で何かこうこの上にまたこうアイテムをこう置いていったりとかつけていったりとかするんだったら、あいいじゃんと思って、まあ、見つけてすぐ購入しました。で色もねこれ今グレーの色をこれ買って今つけてるんだけど、グレー以外にもね結構いろんな色があって 3,4 種類あったかな。ちょっと明るめの色があったりとか暗めの色もあったりとか、だそれこそなんか皆さんそれぞれがねこう音をちょっと気にしたいなとか、こう普通のこうスポンジっぽいね、まあ吸音素材じゃちょっとあれだなっていう方がいらっしゃったら、ぜひ買ってみてもらったらなと思います。まあ部屋中に貼り付けるとなるとね、6枚で2万円するものなんでね、部屋の大きさによってはちょっとお値段もするものにはなってくるかなと思うんだけど、まあ部屋の一部にこう貼ってねやっていくとかになったら結構いい感じにポイントになっておしゃれになるかなと思ったりもするからね、皆さんもぜひ買ってみてください。まあお値段は2万円なんでね、まあ買えないレベルのものではないしね、まあ、僕もやっぱ社会人として働いてる分ね、まあ、お金はね多少ながらやっぱあるからねこうやって買えたりするけど、で僕これね今タッカーを持ってやってるんですけど、僕ね人生で初めてタッカー触ったんですよ。まずタッカーって何やっていう話だったんですよね。でホームセンター行った時に何かこれをね、まあ両面テープで一応裏には貼ってるんだけれども、なんか両面テープだけじゃちょっと物足りないなって思った時に、なんかこうしっかりと止めるものないかなと。で釘でねやっていくのもいいんだけど、釘だとちょっとな、遮音シートもそうだしその先の壁もちょっと傷めるなと思って、なんかいい感じにちょっとこう両面テープをこう支えてくれるというか補填してくれるようなものないかなと思って探してたんですよ。でタッカーあるやんってなって、まあ、ホームセンターの人に聞いてもタッカーがいいんじゃないですかっていう風にね、まあ、女の人やったんですけど、まあ、僕よりも全然詳しくて、で教えてもらってタッカーを買って今やったんですよ。でこれ残りのね、まあ、2枚プラス、まあ、あと2枚あるんですけど、これちょっとどこに貼ろうかなとか思って今考えてます。全然ね計画せずにこれ買ってとりあえず貼り付けてて、今正面にね映ってるこの2枚に関してはこの上に何を貼るかっていうのはもうすでに決めてるんでここに貼ったんですけど、で今ね貼ってるというか、まあ、手に持ってるやつかな、この黒というか、まあ、あれやね茶色とね赤のこう混じったような感じの色合いのやつなんですけど、これもね吸音の、ボードみたいなものかな、12枚入りでだいたい3000円近くのものなんですけど、まあ、色とかね結構好きで購入しました。これもね、最終的にはどんどん貼っていって、デザインしていこうかなと思ってるんだけど、これもね結構安いですし、皆さんぜひ買ってみてくださいね。はいはい、ということで、貼り終えました。これはね先ほど紹介していた映像で流れていた、画面の逆側の、映像ですね。まあ下にね、こういった感じで今人工芝も見えてますけれども、でパネルとかもね、貼ったりしてて、で目の前のこの棚みたいなものはねあまり気にしないでもらった方がいいかなと。これもね使うか使わないか正直迷ってるんですけど、まあ今のところは使う予定はないかな。でこれね人工芝今しっかりと貼り付けてますけれども、本当にねホームセンターの方綺麗に切ってくださってね、もうめちゃめちゃもうバッチしよ。でしっかりとサイズも測っていったんだけど、本当にね丁寧にやってくださって本当ありがとうございます。で正面にね先ほど紹介した茶色と赤の間ぐらいの色のやつ、これもね吸音素材のもので、このね吸音素材同士の間にこうまだ茶色じゃないわ、グレーのね遮音材のところがまだ見えてるんだけれども、ここにもねちょっとまた別のものを置いていこうかなとかちょっと今悩んでまして、今何を置こうか迷ってます。でここにね先ほど紹介したソットっていうね吸音材ですね、これを2枚ずつまたポンポンってあって合計6枚ですね、これ右側にも後で出てくると思いますけど、貼り付けてるん でここにもねしっかりとしたもの、貼っていこうかなと思ってます。ものをですね飾っていくって感じですけど、でねまあ本当に早朝に撮影したんで、多分これ今これ撮ってる時間帯がね多分6時半とか7時ぐらいなんですよ。なんでめちゃめちゃ日も入ってくるからめちゃめちゃ見にくいんでね、もう皆さんにとってもだいぶなんか明るいなーっていう感じだと思うんで、ちょっとカーテンとかしようとは思ってます。でこれがね先ほど、まあ、見せていた画面の、ソットの2枚ですね。で今下にちょっとねうっすら今一瞬見えましたけど、あーこれですね、茶色い、これ
これね4枚貼ってます。でこの4枚もねちゃんと意味があってここに貼り付けてるんでね、ちょっとずつまあアイテムも揃えていって、まあ、吸音材もねここで終わるわけにはいかないので、まだまだちょっと声の反射とかもしてたんで、まあ、もう少し増やしていきながらねいい感じに仕上げていければなと思ってます。はい、ということで今皆さん私がね制作中の、まあ、動画を、見ていただけたかなと思うんですけれども、まあ床もある程度終わって、まあ、壁もある程度ね、付け加えなければならないものは、まあ、少しは付け加えてっていう感じなので、まあ、まだまだね、完成まで程遠い状態ではあるんですけれども、まあ、ここから先はね、まあ、大変な作業って基本的にほぼないです。やっぱり一番大変なのってやっぱ遮音シートをね壁中に貼っていくこととか、まあ、床もそうだし、まあ、こういったボードを貼っていくことがやっぱり何より一番大変な作業になってくるんで、もうここからはねもう何かを買ったら足して貼ってっていうだけの作業になってくるんで、まあ、次ね皆さんにお届けできる時にはもしかしたらほぼもう完成形に、まあ、近いような状態になってるんじゃないかなと思ってます。もちろんね、完成形って言ってもやっぱり物はどんどん増えてくるし、飾りたいなって思うものもたくさん出てくるわけなんで、まあ、その都度その都度ね、まあ、物は追加されていく可能性はあるんだけれども、まあ、現時点で、初期段階として、まあ、完成形に近いものはほぼ、近づいてきているかなっていうふうに思ってるんで、ぜひね、次の動画もまた見に来ていただけたらなと思います。はい、ではまたね次回会いましょう。ラジオの方もねぜひ来てください。じゃあね。